ミドハトパシャ、ミドハトパシャ、アマドセフィックミドハットパッシサ、1822年10月18日から1884年5月8日は、オスマン帝国の政治家、第一次立憲制、1876年から1878年、樹立時に大宰相、首相として重要な役割果たした。オスマン帝国をアジアの国とするなら、 アジア地域で最初の憲法であるオスマン帝国憲法はミドハトパシャが寄贈したものであることから通称をミドハト憲法というオスマン帝国の首都イスタンブールでカーリー奉還の子として生まれはじめなおアフメトシェフィクと言った1834年に初期官僚の見習いとして多宰商婦に入りなおミドハトと改める 1840年に18歳で世紀の初期として、寛解に進み、地方勤務を重ねながら順調に昇進、若くして有力な官僚となった。30代の頃には大最小務スタファレシとパシャの、勧めで、ロンドン、パリへとヨーロッパ視察旅行に派遣され、1864年には、地方統地法を編纂した後、同法に基づく、地方行政改革のモデルとして、 ブルガリア地域に新設されたドナウ州の初代州知事に就任して地方行政制度改革に大きな功績を挙げた。1868年には帝国議会の前身となる諮問会議機関、国家評議会の議長として教育、財政関連の法制度改革に尽力。さらに1869年にはバグダード州知事に転じて州政治の改革を進めるなど、 要職を歴任しつつ、改革政治を進めた。1872年には、皇帝、アブデュルアズイズにより、政府主犯である、大宰相に任ぜられたが、自由主義的な政治傾向から宮廷と対立して3ヶ月で、辞任。翌1873年には、サロニカ州知事に任ぜられて中央から遠ざけられ、不遇の私服時代を送った。 相次ぐ戦争とタンジマートの諸改革はヨーロッパ列強からの多額の借款を必要とし貿易拡大によってオスマン経済そのものが西欧諸国へ従属化を深めることとなり1875年には西欧発生の金融強行と農産物の不作の影響を受けた帝国は外債の利子支払い不能を宣言して事実上破産したタンジマートは財政や 経済の面では、抜本的な改革を行うことができ、むしろ挫折に終わったことが露呈した。1861年より、スルタンの位置にあったアブデュルアズイズの老人先生に、対し、新オスマン人と呼ばれる若い知識人を中心に、反先生運動が起こり、1870年頃からは、都市部では、保守的な進学生まで、アブデュルアズイズ大尉を求めるデモに参加するほどであった。 アブデュルアズイズは、1876年5月30日、改革派の指示を背景にしたクーデターの結果、建政樹立を目指すミド派とパシャラによって廃位された。代わって、老いの村と五世が即位したが、精神を病んだためこれを廃位、後に遊兵した。アブデュルアズイズは6月に自殺し、8月31日、新しいスルタンとして、弟のアブデュルハミと二世が即位した。 ミドーハトパシャは、村とご推測位と同時に、国家評議会議長に返り咲き、アブデュルハミトに推測位後は、新定の直令に基づいて設立された政権委員会の委員長に就任した。こうして、政権委員会が起草した、オスマン帝国憲法の草案は、神獣では、先生君主になりたいと考えていたアブデュルハミトの手による修正を組み入れて、同年12月23日に公布され、 12月17日に大宰相に就任していたミドハトパシャは第一次立憲制裁所の大宰相となった。しかし、アブデュルハミト二世が過失を望み、ミドハトパシャも憲法交付を急ぐあまり飲んだ君主体験条項、皇帝は国家にとっての危険人物を追放できるが、彼自身の首を絞めることとなった。すなわち、憲法制定をめぐる経過において、ミドハトパシャが 国内の改革派や外国からの支持を集めて、政治家としての地方を固めたことに反感を持った反対派の政治家たちが、先制復活を望むアブデュフハミト二世と結託して、巻き返しを図り、憲法交付から間もない翌1877年2月5日に、ミドハトパシャは憲法に定められた危険人物と断定され、大宰相を解任されて、国外退去を命ぜられた。 翌1878年2月14日には、同じく憲法の定めた、君主体験によって、ロト戦争の最中であることを口実に非常、事態宣言に基づく憲法の提示が命ぜられ、ミドハトパシャの樹立した第一次立憲制ハワズ1年2ヶ月で終焉させられた。オスマン帝国憲法、通称ミドハト憲法は、 オスマン帝国が西欧型の法治国家であることを宣言し、帝国議会の設置、ムスリムと非ムスリムのオスマン新民としての完全な平等を定めた。この憲法は1875年のフランス共和国憲法、1831年のベルギー憲法に習い、イギリスの憲法も参照して制定された自由主義的な立憲君主制憲法であり、 他のアジア諸国に先駆けて国会解説を定めるなど画期的な内容を持つものであった。しかし議会が政府高官の汚職や特権的金融業者とスルタントの癒着などを急断し始めるとアブギルハミト二世は憲法を停止して議会の閉鎖を命じた。その後、ミドーハトパシャは追放を解除されてシリア知事、アイドゥン知事などに任ぜられた。しかし彼は 県政の復活を図り、外国と連携して、改革の継続を進めようとしたため、ここに至って1881年、アブデュル・ハミト二世は、ミドハト・パシャを逮捕し、背廷アブデュル・アスイズ殺害の罪で死刑を宣告。3年後の1884年に、流刑先のアラビア半島のターイフで虐殺された。アブデュル・ハミト二世による、先制政治は、憲法停止から30年続き、 憲法とそれに基づく政治は1908年の青年トルコ人革命及び第二次立憲制を待たなければならなかった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。